にちは、スポーツファンの皆さん。今回はバレーボール界で輝かしい活躍を見せる若きエース高橋藍選手に関する興味深いニュースをお届けします。高橋選手といえば、わずか19歳で東京五輪に出場し、その後イタリアの名門チームモンツァで3シーズンにわたって活躍してきました。2023-2024 シーズンではチームを準優勝に導き、ネーションズリーグでも銀メダル獲得に大きく貢献するなど、今や世界のトップ選手として名を馳せています。今や世界で活躍するだけでなく、日本代表の主軸ともなる存在です。このように充実したシーズンを送ったイタリアから帰国後に行われた今回の雑誌の撮影では、さらに進化しパワーアップした日本バレーボール界を牽引する若きエースの凛々しく、そして力強い眼差しと、日本だけでなく世界中のファンを虜にするランスマイルを見せているといいます。掲載号である2405号は夏の京都特集となっています。京都出身の高橋藍選手には、特集の中面グラビアだけでなく、 JR 東海のそうだ京都行こうキャンペーンとのコラボ企画にも出演しました。コラボ企画肝心のインタビューでは、日本を離れイタリアで暮らしたことで初めて気づいた故郷京都の魅力をくまなく聞いています。また、常に挑戦し続け成長し続けるバレーボールプレーヤー高橋藍選手のこれからのこと、日本復帰、そしてパリへの思いもたっぷりとインタビューされています。さらに JR 東海とのコラボ企画ページでは、子どもの頃の京都の思い出、癒しのスポットとお気に入りの和菓子などについて語っているそうで、バレーボールの話題以外の素の高橋藍選手が見られる仕様になっています。世界を相手に戦うトップアスリートとは違った意外な一面にも注目です。さて、冒頭に取り上げた珍事件とは何があったのでしょうか。これまでお伝えしているように、パリオリンピックに出場する男子バレーボール日本代表のエース高橋藍選手が雑誌アンアンの表紙に登場するということで、ファンをはじめ様々な人に話題を呼んでいるわけですが、発表されるや否や SNS で大バズりを見せています。発売前にこの表紙をアンアンの公式 X が公開しました。ファンからは、雑誌名も特別にランランにとの提案があり、非公式ではありますがそのように呼ばれる事態となっているのです。アンアンは2020年現在、印刷証明付き平均発行部数は約14万部を誇る日本では有名な雑誌です。紙名は創刊当時モスクワ動物園で飼育されていたパンダの名前を取っており、パンダ好きで有名なタレントの黒柳徹子さんによって名付けられました。一般公募によって東北の男子高校生の案が選ばれたという話もあり、それは間違いではないのですが、名前が決まるのは一般公募以前のことであり、この東北の男子高校生はそのことを知らず発案し、偶然名前がかぶってしまったという経緯があります。しかも実際に創刊当初の表紙にはパンダのマークが描かれていました。そんな由緒ある雑誌名にあるし、タイミング言い方で影響を及ぼす高橋藍選手、ここまで影響力のあった男子バレーボール選手は珍しいでしょう。単にかっこいいというだけで注目されるということはありましたが、高橋藍選手の場合は実力も伴っていることから、よりスター性が際立っているのでしょう。今回の掲載に際して、どのようなコメントが寄せられているのか見ていきたいと思います。素敵ですが、やっぱりユニフォーム着てバレーやっている時が一番かっこいいし、輝き方が半端ないです。破壊力のすごさはスパイクだけじゃなかったんですね。これでメダルゲットしちゃったら、すごすぎる破壊力の CM オファーが殺到しますね。ランという名前が似合う人はなかなかいない。オンバレーボールでもオフコート外でも活躍されていて、ええと思う。素敵。モデルとは言われても違和感ないね。イケメンアスリートってこういうオフショットももちろんかっこいいけど、なんといってもユニフォーム姿が一番イケてる。ランくんインタビューで喋ると意外とチャラいんだけど、オールラウンダーな実力は本物だし、ほんと魅力的な選手だな。クォーターなんだろうけど、ハーフって言われても通る顔立ち。バレーボールを知ってもらうきっかけになるならいいのでは。人気出れば地上波でも見られるかもだし、もう俳優やモデルさんですよ。このかっこよさは、もうイケメンのアスリートっていろいろとずるいです。バレー選手皆さん、いろいろな媒体を使って
バレーボール人気を増やそうと努力されているようですね。何がきっかけであれ、バレーボールに興味を持つ人が増えたら嬉しいって選手の皆さんおっしゃっていますね。そういう気持ちがあってモデルでも何でも引き受けているんだと思います。応援します。メダル取ったら代表全員モデル以来来たりして、身長と体型はモデル基準超えているし、他のスポーツより有利だし、海外ではトップ選手がモデル活動もするのが当たり前のようにあるみたいだから、引退後のキャリアの手段も増える。とにかく口々に破壊力がすごすぎないかなどの声が寄せられていました。さて、そんな高橋藍選手が自身の X を更新し、次のように告知しました。7月6日土曜日、僕から大切なお知らせがありますと意味深に予告すると、瞬く間に話題となっていると言います。お知らせの見出しから始まる文章を X に投稿した高橋藍選手。具体的には、7月6日新宿のアルタビジョンで僕から大切なお知らせがありますと続く文章では、お知らせの動画がビジョンに流れるであろう5度の時間を告知しています。ぜひ見に来てください。そしてどんどん拡散していただけると嬉しいですとアピールしていました。この突然の予告にファンは騒然となっています。何のお知らせか気になります。行きたいです。めっちゃ気になる。でも仕事で行けない。気になって仕事どころじゃない。ビジョン前に行ける人が羨ましいなど、コメントが再び殺到しました。いかがだったでしょうか。今回は高橋藍選手が雑誌の表紙になるということ、そしてある不思議な現象がファンによって起こされていることについて見てきました。ネーションズリーグでは決勝トーナメントから負傷でメンバーを外れた高橋藍選手、パリ五輪に向けて調整を続けているのですが、コート外では大きな話題を振りまいているようです。よりバレーボールに興味を抱く人が増え、今夏のパリ五輪での活躍に拍車がかかることを期待したいところです。視聴者の皆さんは今回の話題についてどう感じられましたか。高橋選手へのメッセージや今後取り上げてほしい話題があれば、ぜひコメント欄に書き込んでください。この動画が気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんからの応援が私たちの大きな励みになります。高橋藍選手の今後の活躍と日本バレーボールの発展を心から祈っています。それでは次回の動画もお楽しみに。